オサムは日本のレーシングドライバー。本名、中島オサム、京都府出身。レーシングキャリアは大変長く、1983年に FJ1600 鈴鹿シリーズでデビューした。その後、全日本海産選手権を戦うなどしているが、一旦、レース活動を休止している。1995年に、自らのレーシングチームである R イリージェンを結成し、 再びレース活動を開始した、海洋や全日本海参戦試験への参戦を行った。1997年から2000年まで、日本のモータースポーツにおけるトップカテゴリーである、フォーミュラ日本へ参戦した。入賞こそなかったが安定した走りで完走を続けた。ものの、1999年にミネサーキットで、ミハエルクルムと生死をさまよう大クラッシュを喫し、2000年にも、 鈴鹿サーキットでヤレックビエルチュークとクラッシュしたこともあり、体力の限界を感じて2001年はフォーミュラ日本への挑戦を断念した。同年以降は代わりのカテゴリーとして全日本 GT 選手権の GT300 クラスに参戦することを表明した。その後は GT300 クラスとスーパー耐久に挑戦し続けると同時に2003年には GT300 で 初の3位表彰台を獲得したほか、2006年は全日本スポーツカー耐久選手権にも参戦している。レーシングチームリージェンの名前の由来は、自身の妻と一人娘の名前から、それぞれ一字を取って合わせたもので、レーシングファミリーレ順として、中島一家がレースを楽しむという意味で名付けられており、レース期間中パドックにおいて、一家で楽しんでいる様子が見かけられた。 オサムの死亡が確認された病院、三重県立総合医療センター2012年10月21日、鈴鹿サーキットで行われたスーパー耐久シリーズ第 5000ST-3 クラス。11周目35号車のアセットテクノ Z33 がオイルを巻き、後続のオサムの乗る63号車、リールレーシングレージン Z33 は、第1コーナーでコントロールを失い防護タイヤに、激突。 ヘリコプターで、四日市市の三重県立総合医療センターに、緊急搬送されたが、脳座症により死亡が確認された。万54歳ボー AB、S 対鈴鹿で事故の治む。搬送先の病院で亡くなる。オートスポーツウェーブ、三栄処防。2014年12月10日閲覧。中島選手の大劇突天末期。ありがとうございます。